上皇ご夫妻が長年親交がある琉球舞踊家の戦没者を追悼する創作舞踊などを鑑賞されました。昨日夜、東京千代田区の国立劇場を訪れた上皇ご夫妻は、居合わせた観客からの拍手に笑顔で応えられました。琉球舞踊家で人間国宝の志田房子さんが出演する舞台で、沖縄戦の戦没者を追悼する静玉の歌などが披露されました。戦後の混乱の中を生きてきた志田さんの半生も紹介され、ご夫妻はじっと耳を傾けられていました。